こんにちは、ロハス TV の時間がやってまいりました。私あの近畿大学に、約40年前ですかね、卒業しまして、もう何十年ぶりにやっと、近大にやってきました。もう随分とですね、近大 OB ではありますけれども変わっておりまして、僕らの時はもうどちらかというとバンカラな、下駄を履いたやつが来るというようなそんな歌あったと思うんですけども、そういったぐらいのですね、僕も下駄を履いて、大学に行ってたところもありますし、そんな意味でですね、やってました。今はね、女子生徒も多いような感じなんですけれども、僕らの時はもう本当に、薬学部とかそういったものは女性の方がいらっしゃったんですけれども、僕のような商経学部とか、経営学科っていうところに行ってたんですが、そのところにはあんまり、女性の方はいらっしゃいませんでした。そんな方でもう男性のですね、大学のような感じ、だったし、花の応援団っていうのが、漫画であったんですけれども、その、モデルになってのが近畿大学の応援団とも言われております。それぐらいですね、近大というのは、どっちかというと喧嘩早くてですね、男臭い大学だったんですけれども、もう今ではですね、日本一、何ですかね、受験生がいるような、そんな大学に、なりました。これもですね、ひとえに後輩、の方、また、OB の方がですね、頑張ったおかげやと思っております。母校がですね、このように発展するのは私にとっても非常に嬉しいですし、これからもですね、応援をしていきたいと思います。そんなことでね、近大頑張れ近大ということで、今から帰ります。さよなら。